阪神間有数の交通の要衝西宮。人や物が盛んに行き交い、大規模な宿場町として繁栄したこの地は、西国街道と中国街道が交わる場所でした。今回は第52回特集展示として、道しるべ西国街道中国街道をたどるというタイトルでやらせていただいてます。で、展示の資料としては、一応西国街道と中国街道をたどるということなので、それの街道沿いにですね、ありました道しるべを、メインとしまして、いろんなものを展示してます。道標にはですね、名文がありますので、当時の人々がですね、どういったところを、目指して歩いていたかっていうところが分かるようになってますので、じっくりご覧いただけると、当時の人々はあ、お寺に行ってたんだなとか、そういうところがよく分かるものになってます。市の指定文化財になっているものがありまして、それが西宮神社さんに境内のところにあるんですけども、もともとはその位置ではなかったんですけども、西宮宿にあったものとして、中国街道と西国街道の分岐点のあたりにですね、あったというふうに言われております。道標には方面の場所の名前ですとか、あとは距離が書いてあるものもありますので、あとどの場所に行くにはどれぐらいの距離があるっていうことの目印になっていたというふうに思います。西国街道と中国街道をたどるということですので、絵図を展示させていただいて街道が分かるようにしています。西宮宿は西国街道と中国街道の合流地点になりますので、こちらの宿場町を描いた絵図に関しては、やっぱりこちらもすごく密集している様子が伝わってくるものでして、当時の宿場町がどういうふうにあったとか、あとはすごく繁栄したということが分かるものになってますので、こちらもじっくりご覧いただければと思います。こちらは下大市村絵図。広田村から北東に伸びた線が西国街道です。村の中を抜けて伸びる道には京街道と記されているのが分かります。一方こちらは鳴尾村絵図。向こう側と枝側に挟まれた鳴尾村が描かれています。西宮から鳴尾村の真ん中を抜けている赤い線が中国街道で、尼崎を経由して大阪へとつながっています。道中案内記に関しては、この中国街道だけとか西国街道だけではないんですけども、当時の人々がですね、やっぱりいろんなところに旅出てたということが非常によくわかるものでして、分厚いんですけれども非常にコンパクトなサイズでして、いろんなところに旅行するために持ち歩いてたものというふうに考えられますので、非常にたくさんの旅行に関する情報が詰め込まれているものになります。江戸時代の人々たちがどういうところを歩いていたかとかっていうのが、この一冊から伝わってくるかと思いますので、ちょっと字は小さいんですけれども、よくご覧いただければなというふうに思います。